どうもおつか歴史、歴史くんでございます。6月13日、今日の歴史3分講座。本日は国一条例が出された日でございます。出ましたね。お城好きだったら一度は聞いたことある、この江戸幕府が出した法律、いつ出されたかというと、大阪夏の陣のすぐ後ですね。まあ6月といっても、うるう6月なので、まあ旧暦でね、暦と季節を調整するために1ヶ月足したりするんですけども、6月の後に足されるやつなので、大阪夏の陣からは2ヶ月後ですかね。この翌月の7月7日にですね、教科書でもおなじみの武家諸法度が出されますんでね。だからつまりこれ江戸幕府がもう豊臣家も倒して天下太平ということで、争いの拠点になるであろうお城というのはもう破却しましょうということで、一つの国には一つのお城にしましょうというので、他のお城は壊してくださいという、そういうルールを出したんですね。これが一国一条例でございます。まあ、私もお城かなり好きで、現状400カ所以上は回ってるんですけども、一国一条例たびたび目にするんですよ。このお城も一国一条例で壊されたって、まあ基本的に壊されちゃいますよね。一つの国に一個ですから。まあ江戸時代以前に使われてた律令国とか、まあ旧国名って言われる国の割り振りだと68カ国に分かりますんでね、その国につき一個ってなったら68個になっちゃいますからね。まあ実際はね、この一国一条例が出されて結局170個ぐらいのお城になっちゃったらしいんですね。で、戦国時代とか安土桃山時代に機能していたお城って3000とかっていう風に言われたりするんですけど、僕もっとあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ3000から170に江戸時代初期になっちゃったということで、一気に 95% ほどのお城がなくなっちゃったということですね。まあ、ちなみに信長もね、一国一条例出してるんですよね、大和の国に対してね。で、筒井順慶が今の大和の国奈良県のお城のいくつか壊して居城の大和郡山城だけにしてるので、まあ天下人の特権的な感じですよね。で、そういえばこの法律の原文を見てなかったなと思って、自分の勉強も含めてですね、調べてみました。これは毛利家に残された資料の写しですね。宛名が松平長門守殿ですね。松平とありますけど、まあ有力な大名に松平って名前挙げてますんで、これ毛利家の毛利秀成さんのことですね。あの関ヶ原の西軍の総大将やった毛利輝元さんの息子さんですね。長州藩の初代藩主ですね。その人に宛てた書状でして、そこにはですね、こんな風に書いてあります。きっと申し入れ候。まあ、つまりきっと厳しくお伝えいたしますと。続いて、よって貴殿御分国居城をば残しおかれ、その他の城はことごとく破却これあるべき旨上位に候。まあ、つまりあなたの御分国領地の中の居城は残しておいて、その他のお城はことごとく全て破却してくださいということ、これ上位です。幕府からの、将軍からの命令でございます。そう言ってますね。で、右の通り諸国へ申し触れ候間、そのお心へなさるべく候を今日禁言と言ってますね。まあ、つまり、この通り、諸国、全国へ申し触れ、お伝えいたしますので、そのお心へ、そのつもりでいてくださいということですね。で、恐々禁言、慎んで申し上げますと。締めてますね。で、日付は、陣、6月13日。この陣というのはね、うるうという意味なので、うるう月のことですね。で、ちなみにこの書状を出した幕府の重鎮たちが3人いますね。安藤、対馬守、重信、譜代大名の安藤家ですね。そして続いて、土井、大井之助、利勝、家康の御落胤と言われている土井利勝ですね。そして、酒井、歌の神、忠世と。これ徳川四天王の酒井忠次とは別の系統の酒井家ですけども、家康の時だけじゃないですね。秀忠、家光って、この後、江戸幕府の重鎮中の重鎮になりますね。この3人が出しているそうです。ってことはこれ一国一条例とは幕府は言ってないんですね。であくまで通称ですよね。で、一国一条というと少し誤解しちゃいそうですね。ミスリーディングされてるような感じしますね。あくまで領地の中の居城だけを残してくださいということですから、一国じゃないな。分国一条例しっくりこないな。領国一条例それもしっくりこないな。でもまあそういうことですよね。まあ実際にだからこの書状を与えられた毛利家とかは、周防長門の国ってね、今の山口県に当たりますけど、2つの国だったけども、お城は萩城1個ですもんね。それまでにね、関ヶ原の後から一国一条例が出るまでに岩国城というね、いいお城作ってますけども、錦帯橋っていうね、橋で有名な岩国城もね、取り壊されてますんでね。なので一つの国に一城というわけでもないんですね。岩国城はいいですよ。この一国一条例の時破却した跡が残ってますからね。石垣が崩れてたりするんですよ。あとは一国一条例で破却されたお城というと、福島正則関係かな。亀井城ってお城もこのタイミングで破却
却されてたりとか、あとは吉田郡山城もこの時壊されてんだよな。まあその後島原の乱が起きた後にももう一回壊されてるんですけど、吉田郡山城も石垣が崩れた後、壊された後がね、残されてんですよね。あとはこのタイミングで壊されたって思い浮かぶのは、黒田家のお城ですかね。黒田長政ですね。その頃の筑前の国で、お隣のね、細川家とあんまり仲良くなかったからって言って、筑前と豊後の間のところにですね、6つの市場を作ってるんですよね。六波城なんていう風に呼んだりしますけども、それを全部壊してますよね。6つはね、島に築かれてた若松城でしょ、これもう現代の工事でなくなっちゃってますけどね。あとは摩寺城を、あとは後藤又兵衛が城主になった益富城、あとは森田兵衛が城主になった高取城を、あとは軍師官兵衛、大河ドラマで高橋一生さんが演じた井上幸房が城主になった黒崎城でしょ。あとどこだ、あれ5個行った、あと松尾城か、別名小石原城、松尾城小石原城ね。まあその6つですね。でこの一国一城令の例外ももちろんあるわけですよ。同じ領地なのに2つあるパターンとか、例えば藤堂家とかね、まあ、藤堂家は伊勢の国と伊賀の国を治めてて2つの国があるよということで、伊勢の国の方は津城があって、で伊賀の国の方は伊賀上野城があるということで、同じ大名だけども2つ持ってるみたいな。で他に同じ大名で同じ領地同じ国なのに2つあるパターンもありますね。例えば犬山城とかね、犬山城は成瀬家というお殿様が城主だったんですけども、尾張藩の付け家老っていうポジションで、家老で尾張藩に仕えてるけども、もう半ば独立した大名扱いみたいな、ということで犬山城は尾張の国ですけど、名古屋城と共に残されてますよね。あとは肥後の国、熊本県ですね。今八代市にね、八代城っていうお城がありますけど、まあ別名松江城ですね。まあ今の八代城の近くにですね、麦島城ってお城があったんですよ。これ小西行長が築城させて、その後加藤清正がその地域を治めた時にまた改修されてんですけども、ここは例外として一国一城令から除外されて残されてんですけども、その後地震で壊れちゃうんですよね。で壊れたけども、その後加藤清正の息子の加藤忠宏が幕府に許可を得て、特別にまた別の場所に新たに作って八代城が誕生してますね。ここはその後熊本城に細川家が入りますけども、その細川家の重臣だった松井家が城主を務めてますね。松井家は細川家の家臣だけども、ほぼほぼ大名と同じ格ランクを持った家柄でしたね。まあ、他にも例外としては加賀の前田家とかね、前田利常さんが隠居のために小松城を新しく作るのを許可されたりとかね、いろいろあるんですけども、一国一城令の例外というところからクイズいきましょう。これ例えばね、仙台藩の伊達家のお城、もちろん仙台城があって、あ、それこそ片倉家の居城で白石城もお城として残されることを、これまたさっきの松井家と同じように許可されてますけども、それ以外にももうこれお城じゃんっていうのが21箇所ほど残されたりしてますね。他にも土佐の山内家は高知城居城でしたけども、それ以外に戦国時代に使われてた秋城がまだね機能してるんですね。あとは薩摩の島津家ね、鹿児島城が本拠地ですけども、戦国時代安土桃山時代に使われた山城の城下町がそれぞれ機能してるんですね。ちょっとこれおかしくないですか？法律違反じゃないですか？では伊達家、山内家、島津家など、これらの拠点はなぜ例外として認められたでしょうか？あと例外だとあれか、紀州徳川家もそうか、和歌山城以外にあるもんな。伊勢の三重県の方にも領地があったから、そこには松阪城と、あと田丸城もあったしね。あとは和歌山県の方に田辺城と新宮城があったりしたからな。例外は多々ありますね。で、またそれとはちょっと別なんですよね。仙台藩、土佐藩、薩摩藩はね。では、正解いきましょう。正解は、ホニャララ城という名前にしなかったからでした。まあこれ他にも理由は事情はいろいろあると思うんですけども、共通して言えることはですね、もう城、城とはね名乗ってないんですね。例えば仙台藩の方はこれ全部要害と名付けられてますね。例えば伊達政宗が仙台城を築く前に居城としてた岩出山城、ここは岩出山要害と呼んでますね。それが21箇所あるんですね。めっちゃありますね。オッケーだったんですね、幕府はこれでね。あとは土佐、山内家の方は、これは秋城と名乗らずですね、秋土井と名乗ってんですね。で、ここは重臣の後藤家がね、入ってますね。で、島津家の方はですね、これはですね、いわゆる都城制という風に呼ばれてまして、まあ、本拠地が内城としたら、他の拠点は、これはまあ、薩摩とか日向とか大隅とかに拠点がたくさんあったんですけども、ちっちゃい城下町みたいなのがあったんですけども、それは都城という風に呼んだので、都城制という風に呼ばれてますね。もちろん、城と名乗らずですね、麓と名乗ったりしてますね。まあ、山城を使わなくなって、麓に住んだりとか、戦うためのお城としての機能は削ったりはしてると思うんですけども、そのままキープされて
てるということですね。であとね、大名にもランクがあって、領地与えられたけどもその拠点はお城と名乗っちゃいけませんよって人もいたんですよ。それはホニャララ陣屋って名乗ってますね。そこもあの戦国時代のお城を再利用して陣屋になってる場所もあったりしますね。まあ大体平地に築かれて館サイズのものだったりするんですけどもね。まあ陣屋もね、大きく含めたらお城の1個ですから、陣屋含めて城を巡っていくと何倍もまた楽しくなりますね。以上、6月13日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張る歴史。